鉄です。秘密のお留守番のアイテムをかけてガチ対決。おー、ハニパン見てよこれ。何これ？なんかね、秘密のお留守番の公式アイテムがね販売されてるらしい今。え、これめっちゃ可愛い。欲しいんだけど。欲しいよねこのスイカのバッグ。欲しい。今回はね、ハニパンが勝負に勝ったらこのアイテム僕が買ってあげるよ。やったー。まあでも負けたらカニパンが僕に勝ってね。やだー。やだじゃないんです、やるんです今回は。なんでよ。あ、でもアイテム欲しいでしょ。うん、アイテム欲しい。じゃあやるしかないな。しょうがない、受けて立とう。よし、カニパンに勝ってもらえるぞ。よかったよかった。なんで負ける前提なのカニパンが。あー、負けるでしょこんな人。秘密のお留守番のアイテム欲しい人は高評価よろしくお願いします。みんな欲しいよね。欲しいに決まってるよね。よっしゃ、高評価遅っか。ちなみにこれいくらなんですか。全然わかんない。でもなんかね、無料じゃないってことだけは知ってんの。なんかみんな無料が良かったって言ってるから。1万ロバックスとかだったらどうしよう。やべ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 。まあまあ1万ロバックスでも10万ロバックスでも負けた方は絶対に買うから。はい。で今回はね、3本勝負ということで先に2勝した方が勝ちね。なるほど。じゃあまず一つ目の勝負、枝豆屋敷タイムアタック。イエーイ、タイムアタック。と今回のさ、アップデでトイレエリアが追加されて枝豆屋敷行けるようになったじゃん。行けるようになったね。あそこのノーマルモード、ハートじゃない方で枝豆夫人を倒す時間、どっちが早く倒せるか対決です。あー、なるほど、そういうことか。で早く倒した方に1ポイント。なるほどなるほど。やっていこうじゃないの。やっていきましょう。ちょっと負ける気がしないな。僕だって負ける気しないよ。だってほら見て、僕枝豆もどき持ってんだからね。このハードモードクリアした時の視聴者にめっちゃ頼って手に入れたんだから。カニパンはまだ持ってないですが頑張ります。あ、なんか僕の画面めっちゃカニパンがカクカク動いてる。なんか紙芝居みたいな動きしてる。え、カニパン？え、卵寿司だよ。あれ、これカニパンじゃないの？カニパン卵寿司になった。カニパンさっきまで豆助じゃなかった？あ、本当だ、誰？知らない人だった。じゃあ入りましょうか。じゃあ別々のとこでやんないとダメってことか。あ、まあでも2人一緒にいていいんじゃない。あのもう片方はあの後ろの方でも見てるだけ。あー、なるほどね。あのストップウォッチ係。あ、いいよ、わかった。じゃあ一緒に入ろう。2人で入んないといけないけど、なんでこんな行列できてんの。どうした、みんな、みんなお酒どうぞ。入っていいよ。お酒どうぞ。いけたんじゃないこれは。なんやかんや2人で行きました。じゃあ最初どっちがやる。どっちやる。じゃあじゃんけんで決めない。いいよ。じゃあちょっとこのチャットでじゃんけんするか。あ、そうだよね、じゃんけんしよう。いくよ。最初はグーじゃんけんぽい。やったー、勝ったー。僕はパー、あなたはグー。なんでグーって。いや違う違う、なんかグーってやったんだけどなんかグーだけになっちゃった。え、どっちが最初。もちろんカニパンが最初で。あー、カニパンか、わかった。様子を見させてもらうよ僕は。じゃあ僕はね、もうここにいてストップウォッチをね動かす係ということで。はい。待って、なんか僕ストップウォッチ動いてたんだけど。え、怖っ。29時間45分21秒。29時間。え、29時間前になんか何測ったんだろう僕これ。何を測ったんだろう、謎のストップウォッチが。まあ一回これを消して。どこからスタート。お豆たちはどこが終わった後、枝豆夫人の会話がね終わった後からスタートします。あ、わかったわかった。豆持ってかなくていいのこれ。スタート出す大事じゃない。大事だ、持っていこう。舐めかかってたわ、ごめんなさいね。でもハードモードじゃないからね。そう、割りかしいいんじゃないですか。簡単だよハードモードじゃないなら。じゃあストップウォッチ係さん、お願いしますね。ズルしないでね。オッケーオッケーオッケー。さあ枝豆夫人ギャン泣き、お豆たちはどこ。さあよーいスタート。はい、始まりました。さあ計測ももうねちゃんとね開始して。あ、待って待って、枝豆夫人こっち来るのはちょっとねまずいから、結構遠くにいるか。カニパンはね今うだうだしております。やばい、まずいぞ。そう、ハードモードじゃないからね、ジャンプまだ1回だけだよ最初。え、てかこれ全部1回だけか。あ、大丈夫か。あ、ハートが2になってる、食らってるぞ。そして豆は入れることができない。できない。待って待って、クリアできないはないよさすがに。これは嘘だよねさすがに。まあ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 、クリアできないことはないですよさすがにね。さすがにね。あ、飛んできたよ。あ、1個入った1個入った。1個入った。さあさあさあ、2個目誰を持っていく。豆を持っていく。さあ枝豆夫人ジャンプ、どうだ2個目。あ、入った。入ってない。あ、入った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 。でも危ない。2個入ったことで帽子が動き出した。あ、リスポンしてきちゃった。ちょっとそれはずるい。違う。まあまあまあ、でもありありあり。なんか勝手になりました。あ、頭の打ちどころ悪かった。うん、頭の打ちどころ悪かった。さあ残りは豆助だけ。この一体を枝豆夫人のお腹に入れればもうタイマーストップです。今のところ1分半。結構いいペースなんじゃないこれ。来た。待って、もう終わっちゃう？もしかして。あ、どうだ？あー、惜しい。さあ、枝豆夫人、次はジャンプしてくるんじゃないのかな、きっと。さあ、ジャンプが来た。あ、待って、入った！ストップ！ストップ！
結果、はい、1分52秒90結構いいんじゃないですかこれ。めっちゃ早くない？カリマちょっと新記録出したかも。いつもこんな早くないですよ。ねえ、一人でやっててこんな早くないよね。うん、これはちょっと頑張らないといけないな僕。待って、2分かかってない？そう、かかってない。ギリギリかかってないの。うわー、カリマナイス、よくやった。さあ、テッツ、あなたは何分かかるでしょうかね。あ、緊張してきた。まさかクリアできないなんてことないですよね。な、まさか。みんなバカな。さあ、テッツのお手並み拝見といきましょうか。じゃあちょっともう公平にするために僕も卵寿司で行くか。待って、1分52秒か。結構早いよね。もうちょっとかかったと思った。あんまりミスなかったよね。うん、でももうちょっとタイム縮められたかなって感じはする。そうね、ちょっとミスしちゃったから、だからそこをね、そこを突き詰めていこう。さあ、てつん頑張ってください。よろしくお願いします。はい、夫人またギャン泣き、ずっと泣いてんね。お豆たちはどこー。よせよ、よーい、はい、スタート。よし、もうこんなんも一発だよ。はいはい、カムヒア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 、はいはい、飛んできて。はい、入ったかな。入りました。よしよしよし、はい、まず1個。僕はもうね、本気なんで。よしよしよし。はい、豆助、いくよ。1個目はもう今完璧よ、あまりにも。じゃあもう2個目ももう、ここで待ってようかな。豆助、ずっと寝てて。さあ、夫人、飛んでくるんだ。はい、飛んできた。はい、横に避けて。え？待って、ギリギリ届いてないな。入るな、入るな。ロープ、ロープ、ロープ。はい、よいしょ。入れて、待って、ジャンプ、あー、飛び越えられない。あー、惜しいねー。くっそー。もう一回、もう一回ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。いいよ、その動き。こっち来て、こっち来て。あー、遠いな。ちょっとじゃあ、ジャンプ待ちまーす。この待ち時間がロスタイムってことは書いてます、ね。おい、来るな。邪魔、邪魔だ。邪魔だよ。妨害ですよ、それ。何もしてないじゃん。妨害ですよ。よし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 。あと一個、あと一個。ちょっとお尻をスンってやっただけじゃん。大問題、大問題。セクハラです。帽子が来てるよー。危ない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 。わ、てつ大丈夫ですか？いやいや、余裕だよ。まだまだ多分時間はあると思うんだけど、どうなんだろう。さあ、ここでもう待ってればもう終わりだと思う、僕は。どうなんだろうなー。待て待て。いや、ここはもうね、余裕を持って、行かない、ここは。間に合わないと判断。なるほど。ジャンプ待ち、僕は本当に。ジャンプだけで。よいしょ。これどう？入った？入ってない！入ってないんだ。え、待って！待ち待ち待ち、え、入ってないの？入ってない！まずい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 。あー、落とされた。え、待って、ハート1になってる。あ、大丈夫？まずい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 。まさかそんなクリアできないなんてことはない。まさかね。ラストチャンス、来い、飛んでこい。はっ、どうだ。よし、ストップ、ストップ。どう？テッツの記録2分1秒。リスポーンしちゃった分でしょ絶対に。いや、惜しかったねこれ。9秒差。惜しい。リスポーン分だよ。ということで、この勝負、江戸の目屋敷タイムアタックはカリパンの勝ちです。イエーイ。本当に悔しい。ちょっともう一回やらせてよ。え？一回きりじゃないの？やった。ちょっと勝てると思ってなかった。嬉しい。うわー、カニパンがここでドアップになるのも腹立つな。さあ、2試合目はかくれんぼ対決。イエーイ。これはもうね、単純、ここの左上のかくれんぼモードで隠れ切ったら勝ち。勝つね。そうで、2人とも隠れ切ったらまた次の試合に持ち越し。あー、分かった。だからもうどっちかが見つかった時点で終わりみたいなもんかな。なるほどね。そんな感じでやっていきましょう。そうですね、これきっと何でいくかってすごい重要ですけど。確かに。何でいきます？うわー、待って、僕もう後ないんだもんね。後がないんだよね僕は。後ないよ、もうしっかり決めちゃって。どうしようどうしようどうしよう。すまん、ナゲット。あ、全然いいんですよ。いや待って、ネギだな。あー、そうだね。カニパン持っていないネギでいこうかな。じゃあカニパンは今日ちょっとね、卵寿司ついてると思うので、運命の卵寿司でいきたいと思います。俺は負けられない、絶対に。頑張るぞ。いくよ。いいよ。せーの、よいしょ。はい、いけた。いけた。今日ここはスムーズだね、この一緒に参加するっていうのは。うわ、これどこに隠れよう。いや、そうだね。大事大事。なんかね、前のそのトイレアップデートの時に、かくれんぼの方もちょっとアップデが入ってるんだよね。アップデというか修正。あー、なるほどなるほど。なんか行きにくいところが行きやすくなったよー的な。うんうんうん。長ネギはね、ネギか。ネギはね、もうどこにでも隠れられるから、きっと細いから。そうだね、そうだね。かなり有利なはず。待って、これで負けたらもう、あ、どうしよう。あとないよ、熱い。やばいな。何が一番やばいって、動画時間的にやばいな。頑張らないと、僕。頑張らないと。まあでもね、カニパンはね、動画時間のこととかもね、別に考えず、全力でね。カニパンも全力でやるね。そう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 。さあ、始まるぞ。始まるぞ。待って、まず、てか、鬼はやだ。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 鬼は待って。鬼はやめて。鬼だけはちょっと。解決になんなくなっちゃうから。よし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 。あー、よかった。鬼じゃなかった。お互い隠れるぞ。隠れるぞ。やっぱりね、僕はね、ネギここ好きなんだよね、ここに隠れんの。ここがね、最強だと思ってる、ネギは。ここここ、ほら。うわー！ちょっと待って、ちょっと待って、時間がない。あれ？なんか今、リスポーン地点に卵寿司が来たんだけど、まさかあの卵寿司。飛ばされました。カニパンです。よーしよしよしよし。いいぞいいぞ。みんな飛ばしていけ、飛ばしていけ。株式会社飛ばされましたのカニパンです。よろしくお願いします。ちょっと何言ってるか分かんない。さあ、スタート。
を鬼が解き放たれました。まださ隠れてないんだけど。俺はもうもらったんじゃない。カニパン見つかってくれ。まずはカニパン見つからないと。あっちの岸まで飛びたいんだよ。それ全然飛べない。待って待って、あれここね、あれこれこれカニパンじゃない。追われてない今カニパン。あそっか、ジャンプできないんだもん。そりゃそうだ。待って、風潮忘れてた、ジャンプできないんだ。あれでもなんかカニパン逃げれてる、もしかして。見過ごしてくれた。二人追いかけられてるよ、二人に。えカニパン、これカニパンじゃないの。なんで逃げれてんのそれで。何も見なかったことに。何やってんだ。だってみんなレジのとこにいそいそしてたんだもん。かくれんぼ下手っぴなんじゃないそれは。てっつん見つかれ、てっつん見つかれ、いや僕は見つかんないよ。もうこれだってさ、ほら見て、ここ見えなくない、もはやネギがいるってこと。すごいよこれ。こんなのね見つかるわけないんだから。卵さん、ちょっとボイちゃんオンにしよっかな。卵さん、ボイちゃんないよないよ。秘密の留守番ボイちゃないよ。ボイちゃないの。え、ないんじゃない。そっか、ボイちゃないのか。じゃあ心のテレパシーで。卵さん、これもう余裕じゃない、あまりにも。みんなあっち行っちゃったね。ほら、しかもなんか2人あっちでイゴイゴしてる。すごいこの人、このネギすごい。え、なんか他のネギいるの。いる。どこに隠れてんのそのネギは。ショーケースの前かな。ショーケースの前、あのメロンパンとかドーナツの入ってる。あはいはい、レジのケースの前。はい、まさか、あそこに足だけ見えるの。そうかな、うん多分そう。あ、ほんとだ、なんかネギのお尻が見える。なんで、え、あそこ登れるの。どこにいんのあれ。縦に長いから行けるんだと思う。なるほどね。なんであれでバレてないの。見えるよねこれ下から。全然見える。あほよし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 。ここはね気づかないよね。気づいてお願い。そっちじゃない。これは気づかれない。まあこれでもう1対1か。30秒ある、30秒ある。30秒なら、じゃあもうこれ僕出ていけるよ。ほら、あいいよ、出てきて出てきて。ニョキン、会いに行っちゃおうかな、もうこっちに。あそうだね、ネギの頭が見えてるよ。ほらほらほら、いるよいるよ。ほらぐるぐる回ってるよ。イエーイ、余裕。うわー、絶対勝てると思ったのに。え、一回で終わると思わなかった。あー残念、こんなすぐ見つかっちゃうか。てっつん、やっぱネギが強いね。ネギね最強なんだよね。ネギ最強だったね。よし、じゃああとこれを2回戦だよね。もう一回。ちょ、2回戦目は僕の勝利です。やだ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 。ダダのこね方がキモいな、ちょっと。ちょっとね、隠れてもない人がいるからな。ちょっとふざけてたからな、さすがに。ふざけてないです、運が悪かったの。さあ最後の勝負。最後の勝負何ですか。レース対決。イエーイ。みんなわかるかな、このレース対決っていうのは。僕らがねショートとかでちょこちょこやってるんだけど、丸っこいものたち、片栗粉と水を混ぜたやつとか、たこ焼きとか、あとは滑る氷とかでね、ここのねリビングを一周ぐるーって回る対決です。なるほどね。先に早くこのリビングを一周できた方の勝ちってことで。わかりました。さあどの食べ物で対決する？何でもいいのか。まあ何でもいいというか、この3つじゃない？この片栗粉と水か、たこ焼きか。あーそうだね。氷でいきます、ね、早いのは氷。そうだね。え、全部でやるじゃん。ここはじゃあ3本勝負なの？ここは3本勝負にしてみるじゃん。確かに、でも全部これ一瞬で終わるからね。うん、そう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 。じゃあこの片栗粉と水を混ぜたやつと、たこ焼きと、この氷、3回レースやって、先に2回勝った方が1ポイントか。わかりました。オッケーオッケー。じゃあまずは、たこ焼きでいくか。この上から順番に。はい。あ、転がる転がる。あ、僕のたこ焼きもう転がってる。やる気十分だわ。いけるいけるこれ。じゃあこの本から、本から始めよう。ここから。オッケー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 。こっから、ここ、ぐるーってこう回っていくのね。うんうんうん。オッケー。僕な、このレース、ショートとか通常も含めてね、ずっと負けてるから、ほぼほぼ負けてるよね。そうだよね。うん。ここで僕は、リベンジをするんだ。絶対に勝つ。障害物とかもあるからね、気をつけて。そう、このね、マップにいる人たち。あれ？あ、もしかして、あれをやってくれる？位置について用意ドンやってくれる人じゃん。ありがとう。あまりにもその位置じゃん。いくよ。はい。位置について、よーい、ドン。それ。よいしょ、転がれ転がれ。はい、さあ、インコースインコース、この手前のコースを走ることによって、邪魔邪魔邪魔、くそ。待って待って。あ、立っちゃった。あ、絨毯に一瞬ね。立っちゃった。まあまあまあ、そこはじゃあ立っちゃったらもうジャンプいいよ、一回は。わかった。加速しないと立っちゃう。そうなんだよね。結構これね操作難しい。待って待って、あ待って待って、すごいゆっくりになっちゃった。危ない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 。よーしよしよしよし。ぶつかるよー。ここ曲がって、もう最終コーナーだよ僕。待って。インコース走ってって、よし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 、あ、よーし、あ、よーしよし、ゴール、あー、負けちゃったー。まずは一勝。じゃあ次は片栗粉と水を混ぜたやつだ。今度は勝つよ。これ僕めっちゃうまいから、きっと。カニパンも上手だからね。本当に僕はねこれね、この片栗粉と水を混ぜたやつ1ヶ月くらい前にね、このレースショート取ったんだけど、ガチでね練習したんだよこの動画撮る前に。そうなの。でも負けたんだけどね、あのショートでも。なるほどね。エントリーナンバー1、片栗粉と水混ぜたやつ。エントリーナンバー2、片栗粉と水を混ぜたやつ。イエーイ。あー、エントリーナンバー3、片栗粉と水混ぜたやつ。誰？じゃあ次はスタートのやつ君でいいよ。わかった。
いくよ。はい。よーい、スタート。よいしょ。コロ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 。あ、いいねいいねいいね。え、早くないか、リパンのやつ。ちょっと待って、それぶつかったら飛びそう。危ね危ね、ちょっと離れるか。あ、で、こっからこの中に入る。ちょっと早く行ってください。詰まった。ねえ、詰まってます。あー、え、なんかカニパンがめっちゃ速くなった。加速したよ、鉄がお尻ぶつけたから。まずい、手助けしちゃった。待ってくれ。わー、逆走、逆走してる人がいる。エントリーナンバー3が、あー、ぶつかってきた。痛い。やめて、やめて。よーし、ゴール。やったー、イエーイ。くっそー、おらー。八つ当たりしたわ。なんかさ、途中逆走してる人いたね。ねえ、逆走した白いのがもちもちしてた。くっそー。でも、鉄、カニパンね、このレースめちゃめちゃ強いんだ。ねえ、なんかカニパンめっちゃうまいな。だからね、最後の氷は1000ポイント。でもこれ、最後の氷って言わせても、だって今1対1だから、あの1ポイントでも決まるんだよ、別に。あ、そっか。そうだよ。あ、待って、めっちゃカニパン勝った気でいた。ちょっと、たこ焼きは僕が勝ったからね。そうだ、じゃあ氷で先生堂々と戦おう。そうそう、もうこれがラスト、も勝った方が勝ち。氷はじゃあもう、氷はじゃあもうこれラグドールオンにして、このまま動くか。分かった。待って、あそこのネギとか怖すぎる。あ、エントリーナンバー3が。あれ、ほんとだ、来た、氷。いきます、よーい、スタート。よいしょ。あ、いなくなった。スタートと同時にネギが。これぶつかるんだよな。あ、いって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 。よしよし、いってってって。うわそれ。こっち、こっち来た。よしよしよし、ラッキー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 。あー、やばい。ラッキーラッキーラッキー。このまま曲がって曲がって。え、これ、よしよしよし、やって。こっち、こっち。え、勝ったー。なんか知らんけど勝ったー。負けたー。あ、ほら見ても、この投げとく、てっつんさん早って言ってる。イエーイ。負けたー。っていうことは、1回戦目はタニパの勝ち、2回戦目僕の勝ち、そして3回戦目僕の勝ちということで、2対1で僕の勝ちです。イエーイ。負けたー。さ、買え。買え。100円しか持ってないって言ったよね。ちょっと銀行で下ろしてこよっか、お金。今から下ろしてこよっか。はーい。まあ、てつん誕生日だったしね。もう1ヶ月くらい前だけどね。いや、しょうがない。てつにこのおんぶスイカを買ってあげます。これいくらかわかんないけど。やったぜ。じゃあちょっと見に行こうか。100万円とかだったらどうしよう。あ、ここのね、秘密のお留守番のグループの。はい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 。このね、ストアのところに、あったあった、ほら。あ、120ロバだって。あれ、カニパン20円足りないわ。大丈夫、借金する。見に行きます。じゃあ、てつにプレゼントね。やったぜ。じゃあカニパンも買おう。あ、もう自分で買うの。もう自分で買った。だって欲しいもん。僕も買った。じゃあ店合いこしようか。じゃあカニパンのお部屋に。そう、カニパンのお部屋行こう。かわいいじゃん、これめっちゃ。え、これ、え、これすごいじゃん。かわいいよね、見てこれ、フィット感ね、すごい、ピタッとカゴに。あ、ちゃんと顔ある。あ、ほんとだ、かわいい。なんかさ、あのさ、 UGC の画面だとさ、顔見えてなかったよね。そうだったっけ。あ、ほんとだ。ほらほら、この画像なんかあんま見えてないよね。横向いちゃってんだ。あ、なんだ、ただのスイカだと思ってた。やった、よかったよかった、ちゃんとスイカくんだ。かわいい、見て、これめっちゃ可愛くない？うに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 。ほら、もうこんだけ動いても落ちない。もうすごいカゴにフィットしてるんだろうな。スイカ割りするにはまたちょっと時期早いかな。ちょっと2、3ヶ月早いかな。あれ、割れないな。カチカチだから、このスイカくん。カチカチスイカくんだから。はい、みんなもね、このアイテムぜひともゲットしてみてください。めっちゃ可愛いよ、これ。ゲットしてみてください。はい、てなわけで今回はね、秘密のお留守番3本勝負やっていきました。やっていきました。まあ、結果的にはね、やっぱね、可愛いからこれも2人とも買っちゃうよね、これ。ほら。これよかった。ちょっとカニパンもね、買ってよかったよ、これ。ね、しかもね、めちゃくちゃ安かったね。120ロバだって。よかった。100万円とかじゃなくて。ね、120万ロバじゃなくてよかった。これね、めちゃくちゃね、安いし可愛いんで、皆さん買ってみてください。買ってみてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。スイカフリフリしちゃう。